静かな入江の向こうは美山瀬戸、そして高松が見えます。おはようございます。今週は真田電気設備の真田雄作社長です。ここは直島。この砂浜を歩いていきますと流木がありまして、オアシスのキャラバン隊のようなテントが並んでますね。真ん中には巨大な小籠包のようなサウナ施設サザエが見えます。ビルなどの電気設備で町に命を吹き込み夜を彩る会社が、なぜ直島で星空も楽しもうというビジネスなのか、真田電気設備の真田社長に伺います。石田吉信です。社長、元気いただきます。さあ、出来上がりです。うわー、焼き色が見事です。香ばしい香りですね。さあ、今週は真田電気設備の真田雄作社長です。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。すごいですね。まずはガーデンバーベキューからということで、今日はいつもよりワクワクしながらこの番組進めてまいります。これ何のお肉ですか？これは岡山県産 の黒毛和牛。ほう、はい、豚は？豚はあのピーチポークになります。高級豚肉の。でこのサザエはさっきまでね、はい、海で這い回ってましたけど、今日はね、直島のサナマネグランピング施設にお邪魔してますけれども、世界から訪れた方々がこれ楽しむわけでしょ、はい、どうですか皆さんの。非常に喜んでいただいてますね。ちょっといただいてよろしいですか？いただきます。絶妙な歯ごたえ、肉汁が口の中にぶわー広がってます。今直島のこの入江が旨味の満ち潮で満潮になってます。ちょっとすいません、ハイテンションになってます。ハイテンション、さすがの食レポですね。いや真田電気設備は1982年玉野市で創業。オフィス、工場、病院、福祉施設の国内屋外電気配線工事、太陽光発電設備などあらゆる電気工事を手掛けています。直島のサナマネは瀬戸内国際芸術祭開催の2019年8月にオープン。日本の大都市圏はもちろん世界中から利用者が訪れています。他にも玉野市帯の瀬戸にての施工も請け負うなど、建設関係にも進出しています。ここ畑だったんですって。もともと畑ですね。よく見つけましたね。たまたまこうその海の方に、止めて、船を止めて、はい、子供と歩いてうどん屋さんに行こうとしてた時に、帰り間違ってこっちの道入ってきて、それでこう見つけたっていうのがあるんですかね。そうなんですか、はい、導かれるように。導かれるように。そうなんです、クルーザーで来られた。そうですね。もともと電気設備工事の会社ですよね、はいはい、なんでグランピングなんですかってよくやっぱり言われますけど作るだけじゃやっぱり、はい、使用する方のこうなんていうんですかね、使用者の使い勝手であったりとか、こういうふうにしてほしいなっていう思いって、やっぱ自分で施設を持たないと分かんないと思って、だからまあやっぱりその運営をすることによって、やっぱりそういうどういうものがニーズがあるかなっていうのを掴むためにも自社でやっぱりやるべきかなっていうふうには思いましたね。2019年オープン、はい、なんですね。それはやっぱ瀬戸芸のタイミングがあったわけですか？そうですね。あ、瀬戸芸の時やっぱりそのゴールデンウィークだけでも10万人ぐらい入ってきて、やっぱりその泊まるところも食べるところもないみたいな状況だったので、それを少しでも解消できたらいいのかなと思っておりました。瀬戸内国際芸術祭の会場直島に誕生したグランピング施設サナマネ。その中心で異彩を放っているのが、滑らかな曲線にコロンとしたフォルム。世界的建築家隈研吾さんの息子隈太一さんが設計したアート作品のようなサウナサザエです。いや本当に異次元空間ですね。床から段差になってて層になってます。
また明るいね。天井開いてんだ。トップライトがあって。はあ。いやちょっとこういう光景見たことないですけど、こう自然界のね、洞窟岩穴でこういった層を成した洞窟見たことありますけど、もともとアンテロープキャニオンとか の光がスーッと洞窟の中に入ってくるような、そういうイメージから着想を得てるっていうよう な室内なんですね。でこうサウナシュランの2022でもノミネートされて名前になってましたけれども、はい、全国世界から注目されてるでしょう、はい、どんなお客さん。驚いたのはフィンランドから。本場の来たんだよって言われて、でまあそのネットでこのサザエを見て、直島に行こうって決めたっていうことで来ていただいて、それはちょっと感激でしたね。フィンランドからサウナに入るために直島に行こうと思ったわけだ。はあ、だから本物ですね。行ってみる。でサウナにもやっぱりサウナを目的で来られる方いらっしゃるんですか。やっぱりサウナを目的として来られる方もいらっしゃいますね。やっぱり北海道の方から沖縄の方まで。海外の方はやはり一番はやっぱり現代アートを目的にして、まあ、宿に帰ってきて、まあ、サウナに入ってリフレッシュして食事してっていうような流れでご利用していただいてますね。でもこれ入ってみるとまさに現代アートですよね。このサザエ自体がすごいアート空間の中で解きほぐされて癒されて汗をかいて。電気で人の暮らしも明るくがモットーの真田電気設備。固定観念にとらわれない自由な発想で人々の暮らしをさまざまな形そして方法で明るく照らしてくれます。もともと真田電気設備ってどういう創業成り立ちなんですか。もともとはまあおじいちゃんとかが競輪選手で、ほう、で父親の方も、まあ、競輪選手を目指してたんですけど、新次会長が、うん、でまあ、ヘルニアで病院入院して、でその時にこういう建設であったり電気の仕事があるんだよっていうような出会いがあったみたい でそれを機にこういう仕事を創業したというのがあれですね。あ、じゃあ競輪がなければ真田電気設備も真田マネもなかったですよね。あ、そうなりますよね。優作社長は競輪は目指さなかったですか。全く興味がないですね。そうです。で、真田真嗣会長は、はい、まあ、競輪選手を目指していた筋金入りの人ですから、はい、こういったこう事業展開に関してはどのように、まあ、全くこう違った分野って思われるかもしれないんですけど、やっぱりこうこの新しい宿泊施設を、まあ、その営業の窓口にして、まあ、お客さんももちろん接待したり、新しいお客さんに来ていただいて、そこからやっぱり新たな出会いでこう建設を受注してるっていうのがやっぱり今現状あるので、ただ単にこう別分野っていうわけではなくて、新しいつながりができて、まあそこからお声掛けいただいて、まあなかなかこう電気設備の会社ってもう本当に5万ともう石投げたらすぐ、うん、見つかるぐらいあるので、まあ、その中でどうやっぱり差別化するであったり、まあ、ブランディング化する中でやっぱりこういう事業を、するっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなというふうには思ってましたね。じゃあ実際にこのサナマネで、はい、あるいはサザエのサウナで接待なさって、はいはい、でそれがこうビジネスにつながってるんですか。はい、あ、そうですか。これはちょっと思わぬところでもあるんですかね。いや、まあ、そうつなげないと遊んでるだけだよねって言われちゃうので、そこは、そこは戦略としてね、はい、そうですね、なるほど、はい、2代目としてはやっぱり生かさなきゃいけないと、はい、どうですかその、はい、電気設備関係のお客様がこういったグランピングに泊まられたり、はい、サウナを体験されたりするとどんなこと、はい、まあ、やっぱりこういったものが作りたいとかいろいろ、まあ、ご相談が本当に来るようになりましたね。あ、そうか、そう、はい、今まで電気設備をこう基本にした事業展開だったけど、はいはい、建設関係といいますか、こうクリエイティブなプロデュースのお仕事も入ってくるようになった、はいはい、だから瀬戸にいてもそうですね。そうですね、はい、ということは本当にここがポータルになって世界が広がってるわけですか。そうですね、はい、さあ釈迦はお持ちでないということで、まあ、ご依頼いただきました。私作詞をいたしました。
さなまでイメージしながら、はい、筆を走らせました。お聞きください。間違い色めくエネルギー、僕らが寄り添う暮らしの景色、明日への希望を胸に旅に出よう。さて今40年ですけれども、どんなイメージで、この50年さらにもっと100年、我々世代でこの地域を建設を通じて作って、まあその子どもたちであったりとか、まああのその次のまた世代が住みたいなって思える地域じゃないと、まあもちろんその建設業やっぱり人手不足で、あのまあ人がやっぱりいないとどうにもならない世界があるので、我々世代がそういう魅力ある地域をやっぱり建設を通じて作ることで、一回大学で離れたけどまた戻ってきたいなって思えるような地域にしていけたらいいんじゃないかなというふうに思ってますね。多摩の、そして岡山を盛り上げていきたいと、そこに真田電気設備があるということなんですね。いや本当にリフレッシュしてね、今日は元気をいただきました。真田電気設備の真田雄作社長に元気をいただきました。ありがとうございました。